なにこれ、うまっ。おいしいです、この生卵。カレーじゃないんだ。高校生の直達がシェアハウスで出会ったのは、おかえりなさい、くせ者揃いの住人たちと、いつも不機嫌な年上の女性、榊さん。どうしたのこれ。別に。何、聞いてないけど。よう知らんけど。そんなに気になる。榊さんって彼氏とかいるんですか。私恋愛しないので。これまではうまくやれてたのに。千沙ちゃんは16歳のまま時間が止まってる。恋愛はいつか終わるんだよ。他人に聞かなきゃ分かんない恋なら諦めろ。君は幸せになるよ。俺はそういうの嫌です。10年間止まっていた彼女の時間を動かすのは。だったら俺も恋愛しません。バカじゃないの。水は海に向かって流れる。